現代の国際社会はエネルギー資源の枯渇や地球規模の環境問題など国や民族を超えて解決すべきさまざまな課題を抱えています。同時に課題の解決に役立つべき学問の分野では極度の細分化が進み、その結果学問の全体像が見えにくくなっております。そこで今世界の大学では広い学問的視野に立ってさまざまな課題を解決することができる人材を育てるために教養教育の充実に力が注がれています。そのような世界的な教育改革の流れの中で東京大学は理想の教養教育の追求を目標に掲げ、さまざまな教育プロジェクトを推進しています。その一つとして2007年5月に新しい教養教育を実践するための施設駒場アクティブラーニングスタジオを教養学部に開設しました。理想の教養教育では学生自らが多くの複雑な情報を整理して本質的な課題を見つけ出すこと、そしてその解決を目指してさまざまな視点から課題に取り組む能動的な学習を大切にしています。駒場アクティブラーニングスタジオは最先端の IT 技術を使ってそのような学習を可能にする空間です。そして東京大学が社会に提示する理想の教養教育の一つのモデルと言えます。駒場アクティブラーニングスタジオカルスは東京大学が目指す理想の教養教育のモデル教室として駒場キャンパスに設置された学習空間です。カルスでは最先端の IT 技術を活用してディスカッション、グループワーク、プレゼンテーションなどを取り入れた多彩な授業が展開されています。それではカルスの教育設備からご覧いただきましょう。組み合わせて使うことにより2人から6人までのグループワークができるように開発した机です。授業の進行に合わせたフレキシブルな教室のレイアウトが可能になります。学習者の一人一人がペン入力の可能なタブレット PC を利用して情報検索、作文、計算などの作業を効率的に行うことができます。教室の前後左右に4台のワイヤレスプロジェクターが設置されています。そのプロジェクターを使って4つの異なる画面を映し出すことができます。またそれぞれのスクリーンを4分割することによって16名分の学習内容を共有できます。教室前方の大型ガラススクリーンからは指示棒を使ってタブレット PC を遠隔操作することができます。教師はタブレット PC の操作に縛られることなくスクリーンを使いながら授業を進めることができます。またスクリーンに書き込まれた内容は電子的にアーカイブに保存されます。学生が一人一人の手元にあるキーパッドを使って教師の質問に答えるシステムです。回答の状況はリアルタイムに集計され、グラフとして表示されます。グループワークやディスカッションのきっかけ作り、学習評価に利用できます。
カルスで行われる授業の特徴は、その名前が示す通りアクティブラーニングです。アクティブラーニングは、授業を進めていく中で学生が自ら考え議論し、そのアウトプットをまとめて表現することによって授業に積極的に参加する学習活動です。このように学生が能動的に参加する授業の進め方は、文系理系の枠組みを超えて理想の教養教育のモデルとなります。カルスの設備や IT 機器は、授業に参加する学生がそれぞれのアウトプットをその場で授業に反映させることができるようにデザインされています。いろいろな分野の授業にアクティブラーニングを取り入れるために、教養学部、情報学館、大学総合教育研究センターが協力して、カルスの環境を効果的に活用する学習方法の開発を進めています。今回はカルスを利用したアクティブラーニングの例として、生命科学、科学技術史、アカデミックライティングの授業をご紹介します。現代の生命科学では、さまざまな生命現象のメカニズムが分子レベルで解き明かされつつあります。この授業では、染色体の異常によって引き起こされる白血病とその治療薬を題材に取り上げます。具体的な事例を通して、初学者に生命科学の意義を伝え、生命現象の基本的なメカニズムをより深く理解してもらうことを狙っています。そのために、実際に目で見ることのできないミクロの世界を、ビデオや画像などの豊富なビジュアルソースを用いて分かりやすく伝えます。授業に参加する学生の知識や理解度は様々です。教師はパーソナルレスポンスシステムを用いて簡単な質問を出します。こうして、学生たちの考え方や理解度を把握しながら、適切な解説を加えていきます。学生たちも自分の考えとクラスの他の人たちの考えを比較しながら授業に参加できます。薬がどうして効果的に機能するのかというメカニズムを体験的に理解するために、治療薬が細胞の増殖を抑制する様子をインタラクティブアニメーションで学習します。直接には見ることのできない分子レベルのミクロな現象を具体的にイメージしながら理解するために、最新のデータに基づいたコンピュータシミュレーターによる3次元モデルを操作しながら学習を進めます。これらの学習結果をお互いに比較し統合することによって、マクロな生命現象とミクロなタンパク質の構造を関連付けながら、生命現象のメカニズムを学びます。急速な科学技術の発展が社会生活と深く関わっている現代では、科学技術史は教養教育には欠かせない授業科目の一つです。この授業では、トランジスタの発明という事例を取り上げて、科学と技術の関わりを学びます。学生は NHK アーカイブスのライブラリに保存されている豊富な映像資料を、学習課題に応じて検索し視聴してディスカッションの素材にします。ここでは東京大学が開発したミートビデオエクスプローラーが活躍します。例えばこのグループは、電子デバイスとしてトランジスタが果たした役割を真空管と対比させて考えます。このグループは、トランジスタが作られた国、場所、時代、研究機関を調べ、トランジスタ発明の背景を検討しています。最後のグループは、
トランジスタを発明した人々と発明に至るまでの経緯を調べています。映像を視聴した後でグループ別にトランジスタの発明が科学の産物であるのか技術の成果であるのかについて議論します。学生ごとに視聴した映像が違うためお互いに理解したことを発表し合い比較することにより多面的な視点で議論を進めることができます。このような学習活動によってトランジスターの発明を契機に科学の成果がすぐに技術に反映されるという現代社会における科学と技術の関係が確立していったことを豊富な情報とディスカッションに基づいて理解することができます。最後にカルスを利用した英語によるアカデミックライティングの授業を紹介しましょう。この授業では英語で論文を書くことを通して自分の考えを論理的に整理し表現する力を養います。そのため授業では教師が論文を書くテクニックを解説するのではなく学生が自分の考えを実際に英語論文として執筆します。教師はそれぞれの学生が書いている文章をネットワークを介してリアルタイムに把握することができます。もしある学生の表現法に問題が見つかれば今まさにそれを書いている学生の文章を教室のスクリーンやインタラクティブボードに投影し論理的な表現法について指導を行います。またアカデミックな方法論に基づく文章表現を学ぶために授業中にグループを組んで文献を調査しそれをもとにグループごとに一つのレポートを共同で作成します。論理的な表現法を体験的に学ぶとともにどのように結果をまとめ論ずればよいかを集団で議論することによってお互いの考え方を学びつつ自分の考え方を見直すことができます。このように教室の中でさまざまな形で文章表現や思考過程を見直す機会を作ることでアカデミックライティングのテクニックだけでなく論理的なものの考え方を着実に身につけることができます。